3秒で体を大幅に改善させるこのシリーズ、今回のテーマは浮き指です。足足改善チャンネル。皆さんこんにちは、足の専門家中島武史です。このチャンネルでは足のさまざまな悩みを解消したいという方にとって重要な目から鱗の情報をお届けしていきます。浮き指を何とかしたいと思っておられる方は意外に多いのではないでしょうか。しかし浮き指は多くの方が誤解をされている代表的な病気です。多くの方が指が弱ってなっている、だから指を鍛えなくてはいけないと思ってらっしゃいますが、浮き指は逆に指を使いすぎてなっている病気なのです。ですから今回は正しい浮き指の改善の仕方をお伝えしたいと思います。内容はまず浮き指の治し方、そしてその時の注意点、さらには浮き指を改善した時の効果について、このあたりをお伝えしていきます。今回の動画をご覧になることであなたは浮き指の治し方を理解し、そして自分の指が下について機能するところをご覧になることができるでしょう。では浮き指改善の具体的な方法についてお伝えしていきます。まず結論からお伝えします。浮き指は扁平足を治せば浮き指も改善するということになっています。これはどういうことか、こちらのアニメーションをご覧になりながら説明します。浮き指というのは指が弱ってなってしまっているのではなく、土踏まずが落ちてきたことによって指が相対的に位置が浮いてしまっている、この状態を浮き指と呼んでいるのです。では逆にどうすれば指が降りてくるのか、浮いていない状態から降りてくるのかというと、これは土踏まずが上がれば指が相対的に位置が下がって降りてくる、これが本当の浮き指の改善ということになるのです。では実際に私の足でやってみましょう。この状態、これは土踏まずが落ちたことによって指が浮いた状態、指が下に降りてきてない状態ということです。これに対して土踏まずを取り戻してみます。これが土踏まずが取り戻せた状態、こうなると土踏まずに比べて相対的に指が降りてきたというのがご覧いただけるのではないでしょうか。もう一回土踏まずを潰してみます。これが土踏まずが潰れた状態、そうすると指は浮いてしまった状態になります。それに対して土踏まずが降りてきた状態になると、土踏まずが上がった状態になると相対的に指が降りてきます。この土踏まずの取り戻し方に関しては別の動画で詳しく解説してますので、そちらをご覧ください。正面からやってみます。正面の場合はこれが土踏まずが潰れて指が浮いてしまった状態です。で、土踏まずが上がって指が降りて下に力がつく状態ということですね。では注意点です。多くの方が浮き指は指が弱ってしまったからなっているのであって、指に力を入れたり指に、トレーニングをすると、浮き指が治るのではないかと思っておられるようです。しかし指のトレーニングをするのは逆効果になります。なぜかというと、指のトレーニングをする、足の指のトレーニングをすると、その分歩くときに指に荷重をして歩く癖になっていきます。しかし本来は体の真下はかかとですから、歩くときはかかとを軸として歩くものであって、指を積極的に使うのは走るときですね。走るときや加速するときなどに、こう積極的に使うのですが、歩くときに指を強く使おうと思うと前傾して歩いてしまうことになります。そして前傾してしまうと、その分だけ土踏まずが落ちていくという性質があるので、前傾をする、土踏まずが落ちる、指が反るということになってしまうのです。また同時に前傾をすればするほど指に荷重をしてしまい、指に負担が大きくなります。
足の指とかかとは考えるまでもなく構造上もかかとが強くできています。指に過剰な負担がかかり、それが外反母趾につながったりしますので、これは見捨ててはおけない、問題になります。そしてもう一つの注意点です。結論で言うと、土踏まずを取り戻すような形で足を使うと指が降りてくるとは言いましたが、今まで土踏まずを、ないような状態、潰した状態で歩いてきた方は土踏まずを作る筋力というのが落ちてしまっています。具体的にはこの土踏まず、足の親指の付け根のあたりから足の裏を通って外くるぶしのあたりを通ってこのあたりまでつながっている筋肉ですが、この筋肉が弱ってしまっている方は土踏まずができるような形、外に体重をかけるような形にしても指が降りてこない場合があります。で、これはなぜかというと、その筋肉が先ほどお伝えしたように弱ってしまっているからですね。ただこれはこの立ち方、この歩き方をすることによって、その今お伝えした筋肉が少しずつ強化されていくのを待つしかないのです。そうして数ヶ月数年経っていくと、気がつけばどん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 アーチの形になってきて指が降りてくるような形になっていくので、これはめげずに続けてもらうのが必要です。では浮き指が改善されていることについての効果をお伝えします。浮き指が改善されると指が降りてきます。指が降りてくるということは、指が機能する位置、使いやすい位置、働く位置に降りてきたということになります。そうすると意識的に指を使うことをしなくても、指が勝手に反応して安定感をもたらしてくれるようになります。ですから今までグラグラとしていた足が驚くほど安定感が出てグラグラしないようになっていきます。ということは、言い方を変えれば姿勢も安定するということです。ですから浮き指というのは直接的に痛みが出たりとかするわけではないですが、改善すると全身の姿勢や疾患に対して大きく改善効果があることになります。いかがでしょうか。浮き指は指が弱っているか、指が弱っているからなっているのではないということが一番大きなポイントです。下手に指を鍛えてしまうと余計に悪化してしまうこともありますので要注意です。土踏まずを取り戻す、扁平足を改善するというのと浮き指を改善するというのはセットだと思って、この2つを同時に取り組んでみてください。頑張ってください。